皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。私は今千葉駅にいます。今日は千葉駅でお昼ご飯を食べて、その後西千葉駅に行ってお茶をします。まずはお昼ご飯を食べます。はい、こちらですね、プリンセスチアーズカフェで食べます。ランチの時間ただいま90分制になっておりまして、30分前ラストオーダーとなっていただきます。はい、またセルフオーダー式導入しておりまして、こちらの QR コードからのご注文お願いいたします。わかりました。席が一つ階段上がっていただいた、はい、席ご利用ください。 ありがとうございます。あ、すごい取りやすい席を予約してくださいました。暑い。はい、お店に着きました。で、さっきお店の人が説明してくれたんですけど、このセルフオーダー QR 表を使ってスマホで注文します。で、私ねインスタでこのお店見つけたんですけど、本当に絶対に食べたいものがあるので、ちょっとねそれを注文します。で、いろんなセットがあるんですけど、私は今回は A ランチセットを注文したいと思います。これですね、ランチセット1000で、ふわふわクリームの明太子パスタにしようかな。で、サラダとスープがついてるので注文に進みます。これで注文を確定しました。注文しました。楽しみ。今ね1時20分くらいなんですけど、午前中は下佐中山にあるスタジオでまた別の撮影をしていました。多分もうその動画出てると思うので、よかったら見てください。失礼します。ありがとうございます。お先にお冷やと、はい、ランチセットのサラダとスープになります。はい、お待たせいたしました。失礼します。ありがとうございます。すごい綺麗なサラダ見てください。いろんな野菜が乗ってますね。すごい、ズッキーニもある。あとはスープです。何スープかな、多分、あ、ミネストローネかな、多分。その前におしぼりで手を拭きます。おしぼりで手を拭きます。そして水を飲みます。喉乾いた。喉が乾く。うん、冷たい。美味しい。よし、フォークで食べようかな。ではフォークで食べます。美味しい。ドレッシングが美味しい。はい、失礼いたします。こちらがパスタの明太子パスタになります。すごい、お待たせいたしました。来ました。こちらですね、上のクリームとよく混ぜてお召し上がりください。失礼します。こちらお下げいたします。ありがとうございます。あ、フォーク取っちゃいますね。はい、ありがとうございます。すごい見て、ふわふわクリームの明太パスタです。上に乗ってるのはクリームで、下にパスタが隠れてるんです。見えるかな。いきます。わー見てください。私は明太子味のパスタを頼みました。結構麺太めですね。うん、おいしい。おいしい。このクリームって甘くないクリームかな。本当に少しだけ甘いっていう感じで美味しい。合う。そういえば前ねイタリアに行ったことがあるんだけど、イタリアの人ってパスタ食べるときにスプーン使わないですよね。人によって違いますけど、日本ではこうやってスプーンを使ってパスタをねこうやって食べる人は多いと思います。私の周りの友達もそうだし、私もこっちの方が食べやすいからこうやって食べることが多いんですけど、皆さんはどうですか。パスタを食べるときに皆さんはスプーンを使いますか。コメントで教えてください。美味しい。美味しかった。ごちそうさまでした。これからお会計をします。私がお写真撮ってくれませんか。本当に私も全部が有名とかじゃないんで。いや、見ちゃいましたさっき。実はいや本当に本当に全くです。全然。英語の先生なんですか。日本語なんですよ。あ、そうなんですね。外国の方に日本語を教える仕事をしていて、
それで、そうなんです。日本に興味がある方、なんか結構飲食店の会話って難しくて、超恥ずかしい。なんか写真、初めて写真撮ってくださいって言われました。お願いします。こちらで間違いないです。はい、大丈夫です。セット600円になります。はい、スイカ使いますか。はい、大丈夫ですよ。召し上がっていただいた明太子パスタと、あとプリンが、あ、そうですよね。はい、そちらを召し上がっていただくお客様がいらっしゃいます。ですよね、はい、ちょっと今度プリン食べに来ます。すいません、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。すごく親切な店員さんでしたね。お店の情報は概要欄にあります。はい、皆さん、動画の途中ですが、ちょっとお知らせがあります。実は私と古仙田先生と西川さんでオンラインスクールを作りました。イエーイはい、あの詳しいことはもう古仙田先生のチャンネルに出てるので概要欄に貼っておきます。あとはオンラインスクールの説明会があります。9月17日日本時間の10時から Zoom でやります。 Zoom のリンクは概要欄にあるのでぜひ参加してください。あとオンラインスクールのホームページも概要欄にあります。私と古仙田先生は VIP を担当します。面白い授業があるのでぜひ参加してください。お待ちしてます。これが千葉都市モノレールの千葉駅です。ここで乗車券を買います。私が今から行く駅は佐久部という駅です。で、スイカやパスモが使えるので、今回はこの前買ったウェルカムスイカを使って乗りたいと思います。はい、タッチしました。はい、こちらがモノレールのホームです。このね、モノレールはこう上からぶら下がってるようなモノレールなんです。下に線路があるわけじゃなくて、こう上から吊るされてるようなモノレールなんです。ちょっと後でお見せします。ほら、見えますか。あんな感じ、下が浮いてるんですよ。モノレールが来ました。モノレールに乗ります。モノレールから見える景色はこんな感じです。本当にね、真下の景色が見えます。ちなみに、今から行くカフェの最寄り駅は、総武線の西千葉駅です。今回は、モノレールに乗るところを皆さんに見せたかったので、ちょっと、実は遠回りなんですけど、こちらの佐久佐部という駅で降りて、歩いてカフェに行きます。この道をまっすぐ歩いて、お茶を飲むお店に行きます。はい、次のお店はこちらです。お店の中に入ります。すいません、あのインスタグラムでご連絡したあかねと申します。あ、すいませんよろしくお願いします。あれですかね、ここで注文するスタイルですか。ありがとうございます。コーヒーとソフトドリンク、マフィン、デザートがあります。すいません、とカフェラテのアイスと自家製プリンください。はい、はい、どうしようかな。スイカでお願いします。こちらにさせて。はい、すごい、マフィンも美味しそう。これって持ち帰りできますか。あ、じゃあ後で買います。美味しそう。私のアイスカフェラテが来ました。 ありがとうございます。美味しそう。はい、ありがとうございます。わー、プリン、いただきます。まずは水から。今日本当に朝からずっと今まで撮影だったので、もうこれは私のご褒美です。いただきます。アイスカフェラテ、美味しそう。美味しい。私普段はホットを頼むんですけど、今日本当に暑くて
って言ってもね、まだ33度なんですよね。これからもっと暑くなるので、まだ7月なんですよ。これから8月になったらもっと多分暑くなると思うんで、でもね、ちょっと33度はきついね。ずっと歩いてるともう汗がダラダラ出ます。ダラダラ出る。もう汗がすごくたくさん出るときに汗がダラダラ出るとか、汗をかくと言いますね。汗をかくとか、あと汗が出るとも言いますけど、本当に今日汗かきました。はあ、だからね、ちょっと今回は冷たいカフェラテを注文しました。おいしそう。この上に乗ってるクリームもすごくおいしそうですよね。いただきます。私は今日これを食べるために仕事を頑張りました。おいしい。外国人の方っていらっしゃいますか？結構千葉大が近いんで、研究室の方とか、あと留学生の方も結構意外と多いです。そういう方って注文するときは日本語ですか？半々ぐらいです。あ、すごい。でき長い人は日本語は上手いんですけど、まあ、数ヶ月の子はやっぱ英語でのやり取りです。すごい。でも英語もじゃあ喋れないです。なるほど。ジェスチャー、あ、すごいですね。優しくて、なんて言うんだろう、みんな伝えよう伝えようってしてくれるんで、どうしてもダメだったらアプリ使います。確かに、もうアプリ使ったら正直会話も結構できますよね。やっぱ分かる日本語で喋ってくれたりとか、分かりやすい多分単語とかで話してくれるんで、なんかちょっとずつね、最終手段です、アプリは。基本的な会話でやります。あ、すごいですね。今からマフィンを買います。おすすめは何ですか？全部だからな。確かに全部ですよね。じゃあ、1日4から6種類ぐらい。あ、そうなんです。3種類になっちゃったんですけど、じゃあレモンとブルーベリーが今だけやってるやつですね。あ、そうなんですね。限定ですか？設定変わるので。じゃあこのレモンカード1つとブルーベリー&クリームチーズを1つお願いします。一応袋に個包装するんですけど、はい、お手下げ紙袋だけ順だけいただいて、あ、お願いします。大丈夫です。クレジットカードでお願いします。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。そしていつもたくさんのコメント、あと高評価も押してくださって本当にありがとうございます。また来週お会いしましょう。バイバイ。